今から約140年前、幕末の動乱期下中であった京都に人斬り抜刀斎と呼ばれる志士がいた。るろうに剣心、週刊少年ジャンプで好評連載中のあのるろうに剣心がアニメ化に続き、ついにプレイステーションのゲームになる。剣心の飛天御剣流がプレイステーションで大暴れだ。